快感フレーズは少女コミックで連載されていた新城眉の少女漫画。ノベライズ版やゲーム版もリリースされ、また快感フレーズの題名でテレビアニメ化もされた。2019年6月時点でコミックする意発行部数は1000万部を突破している。アニメ版についての詳細は後日のアニメ版を参照。国語が得意な女子高生、雪村愛音とロックバンド、 ルシファーのボーカリスト、大河内酒屋のあまりに危険で激しすぎる愛の日々を、装備遣いのドロドロした内幕を絡めて描いたもの。当時の少女漫画としては、激しい性描写も話題となった。原作の漫画版はヒットしたものの、少女漫画での激しい性的描写に非難する声も多かった。心情曰く過激な性的描写については、編集部に勧められたが、 最初は抵抗があった。しかし描いてみたところ大変楽しかったので、それ以来誰に言われるでもなく必ず作品にエッチな内容を盛り込むようにしたとエッセイ漫画やインタビューで語っている。2011年には作者描き、オロしの新作が快感フレーズリインカーネーションというタイトルで携帯コミックとして配信された。また、 同年11月には、同作のドラマ CD も発売された。なお、このドラマ CD には、アニメ版でマナオトとラムダシファーのメンバーを演じた、声優が、アニメ放映当時と同じ役で起用されている。2013年6月からグリーで、スマートフォン、フィーチャーフォン対応のノベル型ゲーム、快感、フレーズネクストが、配信開始。こちらは、 原作より20年後の世界を描いており、ラムダ・シファーをはじめとする本編の主要キャラクターたちの子供たちが攻略対象となっている。また、その他にもマナオトやラムダ・シファーのメンバーなど本編に登場したキャラクターも登場する。2019年10月からバンド育成と恋愛アドベンチャー要素が盛り込まれた新作ゲームアプリ、快感、フレーズクライマックス。 ネクストジェネレーションマイナスが配信された。ラムダ・シファーや、ラムダ・シファーをはじめとする本編の主要キャラクターの、子供たちのほか、新庄の代表作である、ラブセレブ、波王、愛人の原作のキャラクターや、次世代のキャラクターも登場する。また、メインストーリーは、全編フルボイスとなっており、原作の主人公であるマナオトとラムダ・シファーのメンバーは、 テレビアニメ版と同じキャストが務める。国語が得意なことだけが、鳥江の女子高生、雪村愛音は、作詞オーディション応募用の作品をなくして困っている。最中に、謎の男性から、楽屋パスを渡される。軽い気持ちで足を運んだマナオとは、そのコンサート会場、東京ドームのステージで驚くべき光景を目にする。なんと、先ほどあった男性が、 自分が書いた詩に曲をつけて歌っていたのだ。実は先ほどあった男性は、超人気ビジュアル系、ロックバンドラムダシファーのボーカル、大河内桜だった。彼は、マナオトの才能を見込み、彼女をラムダシファー専属の作詞家にすることを決めるのであった。ラムダシファーと、雪村アイオンの担当声優は、ドラマ CD 版、テレビアニメ版、ニンテンドー DS 用ゲーム版の順。 他のキャラクターの担当声優は、テレビアニメ版のもの。会館フレーズの題名で、テレビ、東京系列他で放送された。全44話。テレビ、東京系列局では1999年4月20日から2000年3月25日、26日まで放送。第19話までは火曜ゴールデンタイムに放送されて、いたが、第20話以降は土曜深夜に放送されていた。 アニメ版は原作とは設定やストーリーが大きく異なっており、前半では原作の主人公である雪村アイオンが全く登場しない。また原作で描かれていたような激しい性的描写はない。アニメ化と同時に作中に登場するバンドラムダシファーを現実の世界でもデビューさせた。また最初のオープニングテーマには当時人気絶頂だったロックバンド。 グレーの曲を採用した。本作は VHS ビデオソフト化されたことはあるが、DVD 化はされていない。また、2009年1月から ATX のアニメ女子部枠で放送されたが、原作者である新城真由にはそのことは知らされておらず、ATX 公式サイトを閲覧した際に初めて知ったとのこと。オープニングテーマエンディングテーマテレビ。 東京系列以外の遅れネット曲は時なき場合1999年9月時点でのネット曲を記載する伝説の芸能界サクセスラブ快感フレーズ新作次世代ストーリー小学館2020年9月25日閲覧ブックライブ特別インタビュー我が生涯に一編のコマあり第1回参考快感フレーズの新作が 声マンに登場ドラマ CD も発売決定。アニメートドラマ CD、快感フレーズリインカーネーション発売日、延期決定のお詫び AB インク、ナターシャ、イベントレポート、新庄マユ。実は、快感フレーズの新作を準備中です新アプリ。発表会で、サプライズコミックナタリー。コミックナタリー。2018年9月15日閲覧。配信開始、快感。 フレーズクライマックスアンドロイド版が本日リリース。iOS 版も近日中に配信日を発表予定。2019年10月23日閲覧。ABCDEFGHIJ 電撃オンライン。注目の快感フレーズクライマックス赤羽健二さん、梅原雄一郎さんら演じるキャラクター9名が追加公開に電撃オンライン。 http://www.tengekionline.com/elem/000/001/818/18181342018 年10月17日閲覧題名は、打天使の呪爆。原作では、娘を心配する仲睦まじい夫婦である。新庄眉。 新創版会館、フレーズ1巻、小学館、2006年2月24日、12ページ。新創眉、新創版会館、フレーズ1巻、小学館、2006年2月24日、11ページ。新創眉、新創版会館、フレーズ1巻、小学館、2006年2月24日、33ページ。新創版会館、フレーズ1巻、 小学館、2006年2月24日、31ページ。新庄眉、新装版会館、フレーズ1巻、小学館、2006年2月24日、32ページ。そもそも関係者以外には、D イコールエレメントは一人の男性歌手のように、演出して、兄弟の存在はなかったことにされていた新庄眉、新装版会館、フレーズ1巻、小学館、 2006年2月24日、6ページ。ABCDEFGHIJKLM、ゲーマー、開館、フレーズクライマックス、ネクストジェネレーションマイナスが、iOS、ANDROID 向けに配信決定ゲーマー。www.gamer.ne.jp。2018年9月15日閲覧。マユタンブログ2008年11月29日。 ATX での制作表記は、小学館集営者プロダクションのみ。アニメージ1999年10月号全国放送局、別放映リスト、開館フレーズネクスト公式ツイッターよりマイナス2018年8月9日閲覧、開館フレーズクライマックス公式ツイッターよりマイナス2021年5月30日閲覧、開館フレーズに関するカテゴリー、ありがとうございます。